やんんちゃかかったね。まあ神宮球場で招待していただいたんですよね、はい、でまあ私は2日目行ったんかなで、えー、村上が、はい、次の日かな日乃木坂のね、はいえー、まあ恒例やねんな私あんま知らんかったんやけど乃木坂って毎年夏の神宮球場でライブをやるっていうのが、まあ、恒例にしてて今年もやってたっていうねすごいよまあ。 あんまり細かく坂道のこととか、まあ、IKB のこととかそこまで知らんけどもう3期生が、えー、一番上ってことなのかな。 ついもうほんまおかんみたいなこと言うけどついこないだデビューしたやん <laughs> って思うよな一列に並んでな <laughs> <laughs> 一列並んでついこないだカーテンにくるまってたのにとは思いますけどううもう3期生が一番上って,上って、うん、言ってましたね引っなあかんです言ってたわ、うん、<う>前にオズワルドの二人がいて番組やってんねんね乃木坂の <laughs> うビッもう伊藤君はまあなんか働かはニコニコちょっとまあ,あの ちょっとこれぐらいの感じでもう伊藤君ビードダにせず、<laughs> まあ協定上かなと思った。<laughs> <laughs> <laughs> 背中のどれが刺すかどうかう。<laughs> か背中の丸みとその瞳孔の感じは協定上やったらもっとニコニコせイや思ったけどな。<laughs> え、金川さんはニコニコしてるんか？私はもうめちゃくちゃサイリウム振って、あの<え>ファンファンサービスをそのやんちゃんがくれたのよ。ファンサービスを。くれてん。<や>そう。ファン。 完全ファンちゃんよやんちゃんのファンサービス略して「ファンちゃんよ」ってってもらって「であのー、ありがとう」っつって、うん、LINE のやり取りもして「あの気づいてくれましたか?っ」っつえっやんちゃんと LINE してる <laughs> 当たり前やん?」。 教えてや <laughs> 知らんねんけど <laughs> え何勝手にいつの間に聞いたんやばっ抜けがけややば。芸<ゲ>人動画チューズデーの頃からやんほんまに当たり前やんかそん何初めてのやり取りなんやった聞きたいお,<う>お疲れ様ですやろ <laughs> 絶対にだけ <laughs> あんたは一人で行ったの一人で行ったようん。一人で行ってサイリウムめっちゃ降った、うん リめちゃやっぱりなリズム向いてないなって自分で思うねんけどまあ言ってたよね一生懸命なんか「超絶かわいい何ちゃん」みたいな言ってるやんあれも言いたいから言言いいいいたたちょっと学んで「超絶かわいい」みたいな一人で全然やってたよやってたやってたあっまあ作家とねそうそうって言ってたからその乗りやすいやん う誰もおらへんかって <laughs>、うん、いやだから難しいああいう、まあ、モニターを見るのか、うん、生のねそのアイドルを見るのかってでも結構見逃したら分からなくなるじゃないですか、うん、メインステージみたいなところは正直肉眼ではちょっと難しいか,からこう外周っていうの、うん、まあ来てくれる。 はいはい、う時になんとか探し出してっていう感じやったけどすごいあれバックステージ裏もお客さん入ってんねんなそうそうそう,そう見切れ席みたいななんなるな, <laughs> <laughs> な売れんねんなうちらがやったら文句言われるでいやで商売もしっかりしてやるだろほんまに <laughs>。 後ろまで入れたモニターで見えるやろ、うん、モニターで見える。あ<ー>で、あのー、最後ちょっとお客さんと重なったら、うん、まあ帰るのもこう難儀するかなと思ったから、うん、ちょっとだけ、あのー、最後のこれが最後の曲かなっていう、うんまあ、アンコール終わっての前にぐらいに出たんやけどめちゃくちゃ音聞こえてんねよ。 あ、おめでとう。そう、だから、その音漏れを聞きに来た人。とかもおって。いや、これも取ったらええんちゃう。なんぼか、なんぼか。そう、敷地内入ってたら、もう。あれなみたいな、なんぼかやで。なんぼか、なんぼかで。なんぼか取ったらええやんと思って、なんかその小銭入れみたいな、持って回るな。 若手芸人をななん、まあ、で,で,で若手芸人やねん, <laughs> なんで絶対パクるやんそいつと昔ようやったなザル持って<ル>お客さんの席行くみたいなライブあったから <laughs> やめやめ <laughs> 吉祥寺の絶対あかんバーの闇っぽい営業の話やめザル持って1分間回らされた <laughs> あんな屈辱的なことはなかった愛、ね、想ないからなうんあのもう <laughs> 立ってんねんな、<私>うちだな。さくらが一緒に住ない。<laughs> いや、ほんまそう。ほんまそうですよね。<laughs> ありましたね。もうなくなったんかな。あのバーは。